ですけど、実際遠いところなんで。エイリアンさんのですね、まあ、ECU の入った、車、まあ、乗せてもらったんですけど、まあそうですね、噂通り早いですね。で、まあ一応ですね、僕N さんのステージ1からステージ2プロまでですね、試乗して、まあ、サーキットも走ってますし、まあ2プロになってからは峠の方も攻めさせてもらってるんですけど、まあ、比較っていうとなんですけども、まあ、SWK さんのですねステージ1、ステージ2プロ1回馬力測定してますね。でその時のスペックなんですけど、まあ、イコールコンディション、まあ、ほぼイコールコンディションじゃあイコールコンディションなんですけど、まあ、ステージ1の方が若干パワーがあってトルクは3ぐらい2プロの方が上なんですよね。なので実際街乗りしてみた感じでいくと全然トルクのあるステージ2プロの方がまあ走りやすいし速く感じてしまいますね。今回のナンディさんの、エイリアンテックの EC ですね。これはですねまあ、イコールコンディションじゃないんですよね。車の仕様が比べるステージ2プロの N さんのとはちょっと仕様が違うわけですよ。で、ナンディさんのは
エチケースのインタークーラーが入ってますね。あとそれと、ですね、ホイール、タイヤホイール、これがサイズ幅広いですね。17インチの、まあ、8.5J なんですよね。で、まあタイヤの幅的にはもう235っていう結構でかいのが入ってるんですよ。で、あと N さんのステージ2プロはですね、タイヤホイールがね、めちゃくちゃ軽い。まあ、レーシングハートさんのね、CP035 っていうので、まあ、1本あたりですね、確か14キロちょいしかない、すごい軽量ホイールなんですよね。で、まあ自分の18インチと比べても、まあ、1本あたり4キロ近い差があるタイヤホイールなんで、まあ、ナンディさんの、まあ 8.5J と比べると、当然軽いわけですよ。なので、まあ、イコールコンディションじゃないんですけど、まあ、走ってみた感じ、トルクはですね、僕が乗った感じじゃ、2プロの方が、そのコンディションでは、まあ、トルクが若干あるような印象でしたね。で、エイリアンさんの、こっちの ECU だと、まあ、全域がね、まあ、フラットに、まあ、安定して伸びる感じでしたね。で、SWK さんの場合はですね、ノーマルプラグっていうことで、まあ、一応、ディーラーさんなんで、ぶっ壊れたら困るっていうので、まあ、ギリギリのところまで出してないっていうことなんですよね。で、まあ、一回、社長さんに聞いたときにですね、これ、ステージ2プロ以上のものができますかって聞いたときに、あ、まだ余裕ですよという返答が返ってきましてですね、まだまだ本当はいけるんだけど、やっぱり長く乗ってもらわないといけないので、まあこのぐらいで、まあ100、まあ、200馬力前後の、まあのね、ECU の、まあ、戦いですかね、まあの中では、まあこのくらいまでっていうのが大体あるみたいですね。で、エイリアンさんの場合、一線は超えてるような気はしましたね。まあ、レーシングプラグの設定ですし、まあ、かなり熱対策もですね、まあ、考えてあると思うんで、まあ、一線超えてる感はありましたね。まあ、エイリアンさんの特性、自分がちょっと乗ってみて思ったことは、まあ、SWK さんのですね、まあ、ステージ1のちょっと強いバージョンっていう、まあ、印象でしたかね。まあ、モンスターさんのね、まあ、180も大体なんか、当時の店長の長田さんが言うには、まあ、ステージ1と、SWK さんのステージ1と、まあ、180そんな大差はないですよっていうか感じで言われていたんで、まあそんな感じの特性だったと思います。まあ最終的にはですね、やっぱお値段っていう形になるんですけど、まあエイリアンさんのは安いですね。通常価格で確か7万切るぐらいの値段だったと思うんですけど、まあなんかキャンペーンとかで限定10人とかで確か5万切るぐらいの値段になるんじゃないですかね。まあそうですね。まあ、どこの石を選ぶかは、まあ、車乗ってるオーナーさんがね、まあ決めることなんですけど、まあ僕だったらやっぱちょっと金欠気味なんで、まあどうかな、エイリアンさんなのかなっていう感じもしないでもないんですけど、まあ近場の SWK さんね、なんかあった時にちょっと対応してもらえるかなと思って、まあ SWK さんもまあ捨てがたいですよね。まあ多分、うん、といっても、まあ自分入れてるのモンスタースポーツさんのなんですけどね。